さあ前のホールナイスパットでナイスバーディーでした。セガ選手175ヤード桜に向かって175ヤードちょいフォローです。ピンに向かってフェードがかかって、おお、ちょっとショートだけどナイスオンです。ナイスオン。吉田選手右逆のグリーン向かってナイスをしてしまいました。吉田キッカー選手約30ヤードピッチアンドラン、落としどころはピン手前10ヤード程度でしょうか。ちょっとショートか。お、早い、結構早いとこ、そんなとこまで行ってしまうのでしょうか。ちょっとオーバーでした。竹谷選手は、あ、惜しい、約10メートル、上りのナイス。さあ吉田選手なんとかボギーで収めたいと思います。はい、ナイスボギー、まっすぐ、ナイスショー。うん、あれはナイスなんだ。うん、これは右すぎ？あります。あ？あります。ある。あるけど右すぎ？まあ、日が邪魔かな。うん、このパー4。この木、山越えなのですが、あれがティーグラウンドです。ということで、セガ選手のボールはまっすぐは行きましたが、ちょっと左すぎということで、まあ、それでも角度的にも悪くありますね。若干上りの上げてます。ちょっと噛んだか。うん、ナイスオン。おお、ナイスオン。悪いライからナイスショットでした。ナイスショット。ありがとうございます。吉田選手、ツーオンバーディーパットです。残り10メートル打ち切れたか。ラインも読んでナイスタッチ。
瀬賀選手、吉田選手のパットの曲がり具合はその通りだと思います。上りフックライン106メートル、さあ打ち切れるか、ちょっと弱い、ちょっと弱かった。さあ満振り竹谷選手80センチ、うん、ナイスバーディー、ナイスパー、タイ越え、まっすぐです。うん、ナイスショー、ど真ん中気持ちいいね、見てるとスイング。少々左です、左ラフか、よいしょ、これもフェアウェイど真ん中、フェアショットでした。さあ第2打、瀬賀選手かなりの強風のフォロー、打ち上げ、打ち上げはプラス20、フォローはマイナス10というところでしょうか。まっすぐ飛んでいってます。ちょっとフェードを奪って、うん、ナイスオン、グリーン左にオンでした。さあ吉田選手、カセット高低差を読むことができるか。ちょっと左にかけてしまいました。ドライのグリーンオンです。吉田選手、風を読んでちょっと大きめかもしれません。吉田選手、約20ヤード弱、スライスラインのアプローチショットです。いい感じで落ちました。スライスするでしょう、そこから、うん、ナイスアプローチ、うん、ナイスパー、スライスラインでした。瀬尾選手の上がり具合が参考だと思います。スライス上りいい感じで打ってますが、まあ、惜しい、ロールがいいナイスパットでした。ナイスパー、ナイスパー、165ヤード16番パー3、谷越アゲインスト、180は必要か、うん、左にちょっとフックがかかりすぎてバンギューです。綺麗にピンに向かって飛んでいってます。距離は、おー、ナイスオン、ありがとうございます、バーディーチャンス、いいヒッツはなかったけどやれないか、ちょっとフックがかかりすぎて左、距離はちょっと足りません。竹谷選手、どういうバンカーショットを見せてもらえるか、125ヤード、ちょっと大きいか、吉田選手110ヤード、こっちです。
スライスライン。おー、いい感じ。ナイスアプローチ。バンカーショットからのパーセービング。ここにあります。ちょい下り目の、かなり曲がると思います。さあ、ラインが合ってるか。曲がりきらない。お、かなり行ってしまいました。これはやっぱずい。セガ選手は、2メートルのバーディーパットになりますが、かなり下ってます。触るだけ。おー、ナイスバーディー。おー、下りのラインをよく読み切ったね。さあ、竹田選手、ここは入れたい。残念ながらダボってしまいました。さあ、吉田選手はナイスパー。